よし、とりあえず初日はね、一面クリアまで、ここがドラゴンスタディオンだ。闇のオーラは鍛えれば鍛えるほど強くなるんだ。今もトレーニングを続けているに違いない。ドラゴンを止めないと。水分補給は終わってる？と深呼吸して5308分。マジか、一面と二面の合計より長いじゃねえか。ドラゴンに勝つのじゃ。よし、ふっ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 、うほ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 う、呼吸を制する者は筋肉を制する。ほっ、高さが足りない。あれ、どうやるの今。あ、回せば回すほどもらえる的なね。あ、今 この辺にあった。あと少しだよ。今ね、軽く足踏みしてるスクワットじゃなくて足音鳴らない程度に足踏みしてる。いよいよだね、覚悟はできてる。いきなりボス戦スタートってこと。すっごい鍛えてる、すっごい鍛えてる。トレーニングは継続なり、お前の言葉だったよな、リング。お前に閉じ込められたせいで体が穴まっちまったよ。なんだ、そいつが次の相棒かよ。彼のことはお前には関係ないだろ。いいから休憩タイムだな。休憩しよう、休憩。すげえ、体操選手見て。内村航平。ボスエンカウント、スキルを選んで攻撃だ。スクワットがね、ある意味一番楽かもしれないね。スクワット行こうか。行くぞスクワット。スクワット、よし動こう。息を吸いながら足を曲げよう。戻して下げて戻して、膝は前に出さずにもっと腰を落とそう。うまく動かないときはプラスボタンを押そう。よし、はあ、よくなったよ。よしよし、その調子。いいよ。このペースだと全部与えて2割いくかってところか。オッケー、よし、ペースアップだ。スクワットってペースアップした方が楽だよね。いいよ、あと3回いける。いいね、ラスト1回。よっしゃ、よし、いい動きだったよ。腹筋ガード、腕じゃなくお腹に力を入れよう。オッケー。ふぅ、スキルを選んで。万歳プッシュ、気づかった。これが一番ラグですよ。デスのポーズ。ゆっくり倒そう。これ一番楽。ゆっくり戻そう。肩に力を入れすぎないように。よくやりきったね。あー、ポージングしてる。切れてる切れてる。お、連続攻撃。バンザイプッシュ。万歳プッシュ。さあ行くよ。二の腕をすっきりさせたい人におすすめ。あっ、最高。いいぞいいぞ、いいよ、キレッキレ、キレッキレだ。完璧、よし、半分だ。押し込んで、ふぅ、押し込んで、ふぅ、あと3回、いいよ、いいね、
よしよし。息を吐きながらお腹に力を入れて。パンはそんな攻撃。よし。まだまだ行くよ。スキルを。ニートは嫌です。スクワットもね。ラ、こんなきつくない。よし、動こう。内股にならないように注意して。よしよし、すごいぞ。オッケー、素晴らしい。オッケー、輝いてるよ。ナイス、キープ。オッケー、アイエンジー、すごい。キープ、アイエンジー、すごいぞ。スクワッティング、よし、いい動き。よしよ、最高。どこ鍛えてるかが出てるんだよ。だいたい4頭筋が鍛えられているぞ今。どんどん行こうか。いいね。よし、あと3回。よしよ、6回で倒せると見た。オッケー、最高だったよ。押し込むとき足は軽く曲げて。ギリギリじゃねえか。スキルを選ぼう。頑張って。やっぱ椅子のポーズが一番楽だ。椅子のポーズ、ゆっくり倒そう。ゆっくり戻そう。胸と肩のストレッチ効果も期待できるよ。よし、オッケー。2ターンに1回しか攻撃してないぞ。無理せず水分を取ろうね。途中でも水分を取ろう。分かった分かった。いや、バンザイプッシュ、バンザイプッシュ、よし。さあ、行くよ。ほっ、肩周りの引き締めにおすすめ。わあ、完璧。あ、ナイス。あ、素晴らしい。キレッキレ。今回で倒しきってくれ。いいね、やっちまえ。いいね、いけるいける。いいよ、いい、あの3回ぐらい。オッケー、自分を追い込んでいこう。フィニッシュ。よし、あと3回いける。やったか。いや、倒れたいのはこっちの方だよ。ボタンでいいよね。レベル4。やったか。地面からミッションクリア。全身に取り込んで。詰まっちゃってる。全部貯めて。天に向かって放出だ。ビクリー。適度な運動。ね、持久力の向上を目指すなら運動負荷を上げてみよう。4分37秒、16キロカロリーしか消費していない。走った距離は160メートル。
やったか。ゲームクリア。まだ力は戻っておらんようだ。これでお前も完全に俺の敵だ。そいつと関わったことを後悔するんだな。あばよ。やつ、逃げやがったぜ。逃げられちゃった。でも、はっきりしたことがあるよ。あそこまで追い込めたのは君のおかげだ。君を相棒に選んでよかったよ。さあ、あいつを野放しするのは危険だ。隣の国へ逃げたようだ。急いで追いかけよう。一面コンプリート。夜の国、今日はここまで。よお疲れ様でした。で、ドラゴンさんに勝ちました。おめでとうございます。なかなかハードだったと思いますが頑張りましたね。ではクールダウンに入りましょう。本日の振り返しをしていきますね。汗をかいたままであればね、着替えてからでいいですよ。本当に10分しかしてないの？41キロカロリーだけ？ 1.2 キロ？これ 1.2 キロ走った方が絶対楽だぜ。プレイからの累計です。まあ初日なんでね、累計イコール今日の運動量。さあ、ストレッチをしましょう。ゆっくり体を伸ばしますよ。疲労物質をきれいに流していきましょう。それでは、スタティックストレッチを始めます。リング持たなくていいの？リングコンは使いません。はい、ぽーい。安全な場所に置いておきましょう。足を広げて両手を上げ、左の手首。左の手首をつかみます。手首を引きながら体を右に倒し、体側を伸ばしていきましょう。ヒットボクシングでよくやるやつじゃねえか。ああ気持ちいい。背中が伸びる。体を戻して手を入れ替え、反対側に倒します。伸びる。無理をしない程度にゆっくり伸ばしましょう。はあ、伸びる。ゆっくり体を戻します。左腕を横に伸ばし、右腕で抱えるようにします。やるやる。これ左肩の筋肉を伸ばしていきましょう。肩が伸びる。食事は野菜や、海藻類から食べ始めるのがいいです。血糖値の急上昇を防いでくれる。腰が一緒に回ってしまわないように注意しましょう。ニンニクの匂いはアリシン、ビタミン B1 の吸収を助ける効果があります。ゆっくり体を戻します。体の前で手を組みます。手を組んで、手のひらを前に出しながら背中を伸ばしていきましょう。あ、こんなポーズ、ケツ。つまずくことが多くなったら筋肉が弱っているかも。太ももとお尻を鍛えましょう。ゆっくり体を戻します。右足を前にして足を交差します。体を前に倒し、左足の後ろ側を伸ばしていきましょう。伸びる。アキレス腱的なところが伸びる。もう少しキープしましょう。体を起こし足を入れ替えます。疲労物質が流れ出ていくのが感じられるぜ。反対側も伸ばしていきましょう。ゆっくり呼吸しながらキープしましょう。腰から順番にゆっくり体を起こします。よし。右足を前に出して腰に手を当てます。アキレス腱です。右の膝を曲げ、左足のふくらはぎを伸ばしていきましょう。足を入れ替えます。重心を前に移し、反対側も伸ばしましょう。ポキポキ言う。美容のためにもタンパク質を取りましょう。骨や筋肉だけでなく爪、髪、肌の元になるのです。タンパク質最高。ストレッチ終了です。お疲れ様でした。コントローラーが遠い。ポイってしちゃったから。
豆知識聞き直しとく。流しちゃったから。痩せたければ食べなきゃいいと思っていませんが、極端な食事制限は逆効果。詳しくは、体が一時的に飢餓状態になり、体内から栄養補充しようとして筋肉を分解してしまいます。基礎代謝が低くして、低くなって、太りやすくなります。また飢餓状態では体が脂肪を溜め込もうとするので、少ない食事でも脂肪が増えてしまいますよ。食事制限だけで痩せようとするのは危険です。栄養を取りながらトレーニングで健康的に痩せましょう。だそうです。すぐ始められるようにね、ジョイコン充電しておきなさい。それではまた会いましょう。 See you next time。はい、ということでね、無事1面クリアできたものの、ね、今日2面に挑戦はできません。したら俺が死にます。なんでね、まあぼちぼちとストーリークリアまでぐらいはいけたらなと思いますが、せっかくなのでね、お手軽とカスタムながらモードをどんなのがあるかだけちょっと軽くチェックを。なるほど、シンプルミニゲーム、ね、こんなのがあるんやと。これすげえ楽しそうじゃない。ぽっこりお腹改善スッキリウエスト、ね、万歳ゲット、なるほどね、ハリセンハリセンコインラン、あーこれね、スクワットでやんのクライミングバストアップだって。あら、私おっぱい大きくなっちゃうわ。あ、バランスウォーク、ろくろ回し、なるほどね、うん、思ったよりきつそうだ。できる気がしない。セットメニュー、なるほどね、こういうのもあります。腰痛改善セット、いや結構いっぱいあるね。シンプル、ああなるほどなるほどね、20回押し込もう系とか系ね、エンドレスってあるんですけど勘弁してください。でカスタム、あ、種目を組み合わせるのね。でながらモード、ああなるほどね、ながらモードは500回までリングコンに記録されますと。お、さしてボーナスがもらえる。友達にもフレンドにもプレゼントできますよ。なるほどね、ちょっとねこれちょっと気になるね。これだけやってみよう。初級、この状態でこう腹筋のやつで押し込む、こういうこと。あ、左に、たくさんロボを倒そう。結構腹筋ぶれるんだけど。お腹に力を入れて呼吸しよう。ナイス。結構威力によって得点が違うから強く振らないと。Thank you.
どうだ、やったか、1万点超えた、アンクー、つらいつらい、記録する記録する、ハハハハ、再プレイなんかできるか、これ楽しいね。インターネットランキングに参加できるって、ちょっと化け物たちの記録を見るか。どこで見んの。プラスとか、ZL フレンドランキング、そして週間世界ランキング、1万点超えて827位。もっと上見れないのかな、プラス。自分もやらないと見れないらしいね。1位何点とか見たいよね。これ逆にさ、50点とかだったら何人参加してるかの判断がつくんじゃない？ね。帰る。はあ、さあ、お腹周りをすっきりさせよう。150点だったらほとんど底値でしょうから、これで何人参加してるか判断できるだろう。待ち入ります。いやー、40秒は休憩時間。上半身が水平に動くように意識しよう。いやー、今日は頑張りましたよ。あと20秒。なんか左の奥に鳥がいるね、鳥が。奥のやつ、縦の切り返し、ご苦労様です。はあ、これでもランク C なんだ。あった。そうだよね、あの50点以下がいたらどうしようと思ったんだけど、それは心配する人なかったね。そんなやつはいねえよ。世界ランキング、逆に考えるとどんなに適当にやってもあの1450点ぐらい取れるってことだね。いやー、みんな上級はあんまりしてないのかな。初級はだってさ、今の結構いい得点取った、1万点取ったのに800位だ。まだ上がいるんだからね。ああ、ね、初級は結構頑張ったのにまだ上に800人もいるんだよ。初級の50点だったらこれな、3000人か4000人ぐらいいそうだよね。はあ、よし、頑張った。
ね、次はあの体力が回復してからで、おそらくね、うん、明日はできないんじゃないかな。多分ね、もう現時点で分かってるんだけど、明日太ももパンパンで腹筋クソ痛えのが分かってるから、ね、次できるのはいつになるかということでね、まあ、次はね、ワールド2をお楽しみに。またワールド2でお会いしましょう。